本動画ではアルバックの実装向けアッシングエッチングエイズについてご紹介させていただきますフェーズ5として PCB で使われるプラズマ技術の応用例についてお話しさせていただきますここでは PCB 製品の工程で NA という装置がどこで採用されているのかをご説明させていただきます PCB 製品のプロセスフローの説明です、まず コア層にパターニングを行いますビルドアップフィルムを形成しますレーザーによってビルドアップフィルムにビアを形成しますレーザードリルによって発生した残砂をスミアといいこれを除去する工程をデスミアと言いますこのデスミアの工程を NA 装置を使って実施しますデスミアを行った後スパッタでシード層を形成します次にフォトレジストを形成し エクスポージャー・ディベロップメントにより配線構造を形成しますこのリソ工程後発生した残渣をドライプロセスで除去しますこの工程をディスカムと言いますこの工程も NA を使って行います電解メッキを行います不要なフォトレジストとシード層であるカッパとスタンをウェットエッチングで除去します これらの工程を繰り返すことでビルドアップ配線の積層構造が形成されます IC 基板や PCB 基板などの配線層にはアジノモトビルドアップフィルムを代表とされるガルスフィラーと樹脂が混合したコンパウンド材料が使用されることが一般的ですこれらの材料のビア形成にはレーザードリルプロセスが使用されます レーザードリル後の残砂は、スミヤと呼ばれ、スミヤを除去するプロセスをデスミアと呼びます。ドライデスミアに求められる性能は、残砂であるスミヤの除去性能、ビアの広がりを抑制すること、表面の平滑性を維持することが挙げられます。ドライデスミア後に表面の粗さが増加すると、デバイスの高周波特性が悪化します。ドライデスミアでは、 プロセスガスを工夫することで、シリカフィラーと紙のエッチングレートが同一になるように調整し、ドライデスミア後も平滑な表面を維持することが可能です。これは、今後配線層が微細化するに伴い必要な技術となり、ウェットプロセスではできないドライプロセスの利点です。